まだ当たりだけ。カズモル君に電話したって言うんで、なんか話してるじゃん。なんかこんな中を背中で背負って歩いてると明治時代みたいですね。大河ドラマ。風呂敷使ってるの私ぐらいです。あ、なんか一輪車持ってこられた。あ、お水ですかね。水はここ出たと思う。掃除して外は後で。じゃあ昔たですもんね。ここ一旦外れるでしょ。なんか。どっちに。神の下にまで目をかけてやるのですが、こっち下ろしましょう。これは下に下ろしていて、それを濡れても平気なんですか、それ。もう仕方がないでしょ。お前も譲り寄ったかな。若い時ならね、さっとやってるんですか。すみません、私もぎっくり腰なんで、ちょっとお手伝いやっていきません。これもしかな、こっち側にやらんと。ちょっとこう不安定感で、そこに、はい、入りました。もうちょっと、もうちょっと動かして、入ってあげないのかな。いや、はい、はい、いい。はあ、写真が撮っちゃったけ、こんなおっしゃってたって。ここにあるね。でもさ、あんた毎日もお見合いじゃないまで迎え来てくれると思う。もう一回出ます。朝からドタキャンです。どうもお世話になります。じゃあ、初めに、ご神前に。